こんにちは、松潤さん。今回は尾崎豊さんの、まあ、思い出をね、語っていただきました。私もね、じゃあアンサー動画として私と尾崎豊さんの関わりについて、まあ、興味のない方が多いと思いますけども、お話しさせていただきます。私がね、尾崎豊さんの曲を初めて聞いたのは、まあ、聞いたと思えるのはね、あの北の国からの中の挿入歌である I Love You だったんですよね。まあ、その時はね、純くんとあと彼女さんがね、忘れちゃいましたけども、I Love You っていう曲を通じて、まあ、恋を温めていくっていう、当時も私もね、多分中学生ぐらいだったと思うんで、ものすごく心温まるっていうかね、憧れるような出会いであり、まあ、恋だったかなと思うんですよ。そこにかかる BGM の I Love You っていう曲がね、まさか尾崎豊さんの曲だと思わなくって、私ね、その頃からもう全然洋楽だったんで、日本のアーティストほとんど知らなかったんですよね。ラウドネスとか世紀末とかアースシェイカーぐらいだったんですよね、知ってたのは。まあ、それでしばらく時間が経って、私はね、大学生活で初めてね、自分のバンドを抱えて2つか3つ並行しながら、まあ、プロを目指そうと思ってね、毎月のようにライブハウスを回ってライブをしたり、対バンを組んだり、それから多くのお客さんを動員したりってことを本当にやってました。でその中で私のバンドのボーカリストが、まあ、尾崎豊に影響を受けてるというふうな触れ込みで、やってきたんですよね。まあ、それで、まあ、尾崎なんかよく知らないけど、またなんかフォークソングのちょっとなよなよってした曲でも歌ってんじゃないのと思って、まあ半分小バカにしちゃうんですよね。まあ、そうすると結構彼が私の渡した曲にものすごくいい歌詞をね、いつもつけてくれるんで、あ、いい曲作るな、いい歌詞書くなと思って、私が一番ね、その感動してたんですよね。でよくよく話を聞いてみると、まあ尾崎豊も好きなんだよっていうことを言われてて、で私見方を変えたんですよね。で積極的に聞くようになってみると、確かに自分が心の中に青春時代抱えていたモヤモヤをね、全部言葉にする人なんだなと思って、尾崎豊関連の書籍をそれからね、買い集めるようになりました。ですごくもったいないことなんですけども、私はね、高校生の時に尾崎さんがお亡くなりになったっていうニュースがあって話題になっていたのをね、心のどこかで捉えていたんですけども、まああまり気にしてなかったんですよ。ですごく惜しいことしたなっていうふうに、その大学生の時に深く反省というかね、見識のなさ、自分がミュージシャンを目指しているのにこんな偉大なミュージシャン一人知らなかったのかということでね、もうその頃から私の力量ってものはね、音楽の道にはなかったなということで、だんだんこう音楽から離れて、もっと広くね、社会ってものをもう一回見ていかないとなっていうふうに思うようになったんですよね。まあ、そうすると尾崎豊さんのコアっていうね、アルバムがあったんですよね。それを聞いてまたね、太陽の破片みたいなので、またこれ俺のこと怒られてるわみたいなところをね、感じて、尾崎豊さんっていうのは確か16歳とか17歳とかに活動を始めて、19歳の時にはもうすでにですね、何枚かアルバムを出されていたのかなって記憶してるんですけども、生涯で残した曲が29曲だったかなとは覚えてます。すいません、あんまり私詳しくないんですよ。でその30曲にも満たない曲がたくさんのね、オマージュを作り出したりとか、新しいミュージシャンを生み出す卵になっていたりとか、多くの青春時代を送る少年少女たちの癒しになったり、励ましになったり、ね、慰めになったりしてるのかなと思うと、なんて素晴らしい人なんだと、この人の後にはもうね、尾崎豊は出てこないんだろうなと思ってました。でつい先日のことというかね、数年前のことなんですけども、テレビからね、私の家のテレビじゃなくて、向かいの方の当時住んでいたアパートかなんかのその部屋から尾崎豊の曲聞こえてきたんですよ。あれ？なんだこれ？でもちょっと違うな、誰かカバーしてるな、でもそれにしてもよく似てるなと思ったら、尾崎裕也さんっていう息子さんがね、今成人してミュージシャンやってるらしいんですよね。いやこれね、すごいなと思いましたね。もう尾崎豊第2章が始まったなと。私ね、尾崎豊の焼き直しとは思ってません。尾崎豊さんが作った世界観に入ってこれるのはもう息子のその尾崎裕也さんしかいないって、もう本当にね、これ2人で作り続けている合作なんだなと思いましたね。尾崎豊という背景で歌う尾崎裕也さん、これがね、まさに尾崎豊の曲を完成させてるなというふうに感じてるんですよね。まあ、私の勝手な感触なんで、他のね、熱狂的なファンから言うと、お前は全然分かってないなと思われるかもしれませんけども、分かってないなりに私はね、尾崎豊さんのことがものすごくね、深い心に住み始めたなと思っております。で恐れ多くてね、私ね、尾崎豊さんの曲が一曲も歌えないんですよ。
申し訳なくて、私みたいなものが歌って壊してはいけないなと思ってね、ちょっと歌えなかったんですよ。今でもそうですけど。でもね、これね、尾崎豊さんがコンサート中にお客さんが自分の曲を歌うから、お前ら俺の曲歌うんじゃねえとか言ってね、怒り出したみたいなことが、エピソードがあって、あ、こういう感覚なんだなっていうふうにね、またね、後から尾崎豊さんに叱られたような感覚で、私なりにね、今心の中に住んでますね、うん。で、今回松潤さんが尾崎さんの思い出を語ってくださった時に、私も初めてね、こんなことを動画にしました。尾崎豊さんの絵の思いっていうのはね、いやー、だからね、松潤さんね、やっぱ音楽ってのは人と人をつなぎ続けますよね。時代を超えて、時を超えて、場所を超えて、うん、もしかしたら、うん、松潤さんは尾崎豊さんがね、もしいなければもっと別の形でね、何かいたのかもしれないですし、尾崎豊さんがいたからこそ松潤さんが形作られていったのかなと思いますし、まあ、これからね、そういうところも合わせて、見させていただこうかと思います。本日は以上です。ありがとうございました。